にちは、七尾よしでございます。前回のね、続きからやっていきたいと思います。いやね、本当はね、映画の紹介までやろうと思ったんですけど、なんかこの世界にね、どっぷりハマってしまって、ちょっとそんな気分じゃないんだよね。うわっ、何ここ。あ、開くね。とりあえずこっち行けるのかな。行き止まりではない。ん、ここは何、駅、プラットフォーム開く。あ、あの電灯はあの頭にかぶるやつじゃないの。っていうことはあの変な人たちいるんだ。ほら、あ、いたいたいた。あの人たちを操って、え、なになに、わかんない。え、え、どういうこと。あの人たちを操って何をすればいい。あー、向こうにある四角い板かな。とりあえずこっち何かあるか見てみましょうですね。さっき蓋開けたもんね。ん、プラネタリウム、え、何なのこれ。あ、よく分かんなかったですね。とりあえずちょっともう一回挑戦してみよう。あそこに一回壁にぶつけて、あの2枚の板の上に乗せるんじゃないかな。2人はあの2枚の板に乗せると、あ、間違えた。ほら、今一瞬開いたよね。あ、やっぱりそうだ。ほら、あ、そういうことなんだね。地下鉄かな、ここは。旧ソビエトのイメージなんですけど、あの仮面をかぶった人たちはさ、多分 KGB とかじゃないのかな。なになになに、囚人か何か。さっきまでさ、森とか農園だったのに今もうなんか大都会の真ん中にいるよね。ここまでずっとシームレスに進んできたのに。危ない。おお、あ、よかった。ここまでシームレスに進んできたからね。あの森からもうこんな、気がつけば大都会に。世界の終末を感じさせる。もし日本がさ、日本じゃないや、第二次世界大戦ナチスが勝っていたらこんな風になってたのかな。はしごがある。え、行き止まり。はいはい、分かった分かった。これ倒せばいいんだ、向こうに。違う、向こう、そうだね、向こうないもんね、行き止まりだから倒せばいいんだよ。
間違えた。ほらね、光の中に入ってはいけないんだ。ああそういうことか。これはまあよくありがちだよね、こういうゲームあるもんね。よし、今のうちに。え、あ、うそー、間に合わないよ。ということは先に開けちゃえばいいのか。ああ、ここに死んでる人たちはこれにやられたんだ、光に当たって。先にここでさ開けちゃえばいいんだよ、これを。で通電ね、あそこで発電機ジェネレーターを入れてあそこまで行けばいいんだね。これは簡単。ロボットをセキュリティに入れてるから何かとんでもない秘密を隠している施設なんでしょうね、ここは。よし、 OK。 あ、エレベーターだったのか。このエレベーターの前にこんな手の込んだ監視システムを設けるぐらいだから、きっととんでもない秘密が隠されているんだろうね。この少年は一体何者でどっから来たんだろうね。おお、大丈夫、よかった。あ、嘘。え、おい、あ、なに、なに、え、え、あ、何もしてこないから。ああ、人たちの真似をすればいい。やばい、危ない。この人たちは人間じゃないのかな、それとも洗脳されてるとか。ちょっとすごいドキドキするんですけど、操作を誤ったらきっとこれ死ぬんだろうね。枠の中でジャンプするんだ。ちょっと待って、え、 A ボタンだ、え、 A ボタン。あ、よかった、よかった。456789歩ジャンプ。あ、子供もいるね。何なのこの仮面の人たちは。ここでジャンプしちゃいけないんだよね、だから。子供もいるよね。あ、今度は何、これをやるわけ、くるって回るわけね。お、あ、タイミングはそれほどシビアではない。めちゃくちゃ疑われてない、僕だけライト当てられてるから。っていうか、この人たちは一体何なの。仮面をかぶっている人たちは、向こうにいるのは組織の人間だよね、おそらく。この人たちは奴隷なのかな、洗脳された。え、バレた、え、嘘、え、え、バレたおわ、おい、ちょ、ちょ、ちょ、まい、え、え、あ、やばい、おわ、おわ、
食べられちゃった。え、どうすればいいの？え、いや、どうすればいいんだ？もう逃げるしかないよ、逃げるしか。え、あ、危ない。あ、よかった。あ、逃げるのは正解だったんだ。おお、ちょ待て、また追っかけて、ちょっと待て。ああ、そういうこと。ああ、でもダメだ。ああ、あー、でも分かった。あ、一回こっちにおびき寄せて上に登るんだ。犬はあの段差を飛び越えることができないんだね。ギリギリまで引きつけて、オッケー、よし、逃げろ逃げろ逃げろ。じゃあ、ああ、さっきのやつね。はいはい、この人を操って向こうまで引っ張ればいいのか。はい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 、なるほどね。これは簡単。ここまでしか行けない。あ、あー、踏み台があるね。こっから落ちたら死ぬ。これ持ってけんじゃない？これを乗せりゃいいんじゃね？ね、そうだよね。うん、そうだね。これがスイッチになってるから、これ乗せりゃいいんだよね。 OK、 よし。は？いや、届かない。え？あれ？どうすればいいの？外すとまたあの扉が閉まっちゃう。この人を操って、あそこまでしか行けない。あ、登ることができて、ん？勢いぶつけて壊れるかなと思ったけど、どうすればいいの？でもこの箱を乗せるのは絶対間違いないよね。この箱しかないもんね、乗せられるのは。これ以上はいけない。犬がいるからダメだ。あー、そっか、これも簡単なパズルだね。これでいいんじゃないか。降りる。でさ、これでそれをさ、箱を運んでね、スイッチに乗せて扉を開く。で、さっきの台の上に乗れば、あ、そういうことか、簡単だった。はい、はい、押してください。今度は扉開いてるからね。あの階段、螺旋階段降りる
ことができないんだ。右か左しか行けないんだよね。ああ上に、ああ扉が、ああまたあんなとこにスイッチが。だけど箱がないからな。今度はこの人に乗ってもらうしかないよね。でもこの人が乗ったら、じゃあ誰があれを運ぶんだって話だよね、あの滑車を。これはわからない。少年は右か左しか行けないからね。あの階段、螺旋階段は行けないです。どうすりゃいいんだ。2人あそこにいたんだ。あ、今度はあの人を操れるのね。であの人にあそこのスイッチに乗ってもらえばいい。あでも降りれない、僕が落ちてしまう。どうする。あーこれでいいかな。これで乗ってもらうと。でスイッチを入れてもらう。で僕が降りる。いいよねこれでね。そうだね。いや結構簡単なことなんだけど、気づかないとなかなか気づかないな。ちょっとやっぱちょっとパズル要素あるね。さあ引いてもらおうかな。真ん中に落ちるんだな僕は。だからちょっと、あ話すとすぐ閉まっちゃう。ああ、どうすればいい。タイミングが難しい。左の方にいた方がいいんじゃないか。このぐらいでやってみようか。あ、完全に開いて。タイミング難しいね。でも多分やり方としてはこれで合ってる。あタイミングだね。あとはね、やり方は絶対合ってると思う。これでよし。あーやっぱり水だ。はい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 、よーし。あ、え、登れないのか。
水中から行くのかな、どっか出口ある？あ、え、苦しそう。あら、え、もう窒息？早っ、お前スペランカーか。はい、というわけでね、なんかちょっといい時間になっちゃったんで、今日はここまでにしておこうかな。うん、なんかすっごく不思議な世界観っていうかさ、引き込まれちゃう。だからパズル自体はね、そんなに難しくはないんですけど、まあよく考えればね、わかるはわかるんだけど、それ以上にこの少年にの世界に引き込まれてしまう。なんかね、この少年にね、感情移入してしまうんですよ。で、感情移入するんだけど、この少年が一体何者なのかわからないというこのミステリアスさがいいですよね。一体何から逃げてるのか、どうして組織みたいなあの連中はこの少年を追っているのか、そもそもあの人たち一体何者、そしてここどこ、何を隠しているの。なんかね、そんな謎がこの先ね、解けていくんじゃないかなと思います。いや、これはね、ちょっと先を知りたいですよね。というわけでね、今日はここまでにしたいと思います。どうも皆さん、ご視聴ありがとうございました。七尾よしでした。チャンネル登録は下の顔写真のアイコンを、パソコンならクリック、 iPhone やスマートフォンならタップしてください。よろしくお願いします。